はい、お疲れ様です。2017年8月24日ですね。今日は暑いね。なんかここのとこずっと涼しくてさ、雨とか降ったりして、だったんだけど、まあ今日はすげえ8月っぽい感じに暑いです。で、今日は銀行に来ました。24日なんでね、もろもろ払わなきゃいけないものとか払ったり、あとは、狭山台も一緒に寄ったか。一瞬だけど、まあ、一瞬だな。で帰ってきて、いろいろ作業をしてるんですけども、まだ全然終わってないんですけども、ちょっとバックヤードというかレジ内側だな、表のね、商品が並んでるところなんてのは、まあ綺麗にしとかなきゃいけないのは当たり前なんですけど、レジの内側、僕の机の周りとかがですね、非常に汚くなってるんですよね。まあなんだろう、これは後で使うものとか、これはこういうメモ書きでとか、そういうのがたくさん散乱してて、あとカードのスリーブ取ったやつとかねすげえ散らかってるんですよ。大会の結果の紙とかね。でよくその動画撮って、その誰と誰が対戦して何のデッキ使ってなんていうメモ書きなんかが紛失したりしてね、また後で誰かに聞いたりとか、そういう間抜けなこともあるんですけど、そういうのを防ぐためにも、どんどん片付けて、捨てていきたいと思います。明日片付けよ。もう今日はいいや、今日よく頑張った。うん。で、あとね、あ、そう、この間買い取ったカードでさ、ディエマのカードではよくあるんだけど、なんだろう、カードがね、これは平気だな、反っちゃってるのがあるんでね、ぐにっと曲がってんの。水気かな、水気感多いのかな。なんかその反っちゃってるカードが非常に多くてですね、あー、これはもう値段下げなきゃいけないなーなんて言ってたんだけど、なんかそれこそ YouTube を見たらですね、反ったカードを簡単に直す方法みたいな記事があってですね、方法どんなんだと思って見てみたら、まあ要は密閉したところに、乾燥剤をね、乾燥剤と一緒にカードをこう入れるんだって。うん。で、ジップロックみたいな、まあジップロックと書いてなかったな、本当はもっとちゃんとした何かそのね、空気を密閉できるもので、やるといいんだけどさ。まあこれもできてると思うんだけどな。はい、これで置いてるところです。で、ところでこれが3日目なんですけどね、まあ気持ちちょっと反りは収まったかなって感じなんだけど、まだ反ってるんだよな。まあそんな完璧にはなかなかなんないのかな。まあこれ実験なんでね、ちょっといろいろしばらくこれやってみたいと思います。ちゃんとこれうまくいったら、これほらうまくいったことは伏せといてさ、なんかもう一回実験するしますよ的な感じで動画にもできるしね。よくないわ、言っちゃったらよくないのかな、内緒にしとくべきだったかな。まああとは最近いろいろね、なんだろう、対戦してさ、負けたら風船を爆発させるぜみたいな動画を撮ったりして、まあふざけていつも遊んでるんですけど、ああいうのはよくないんですかね。特になんか批評もされないし、褒められもしないし、何のみんなの反応もないんで、なんだろうな、スルーなんだなと思ってるんですけどね。まあ僕的にはああいうの面白いんで、時々そういうのをやっていきたいと思います。はい、そんな感じかな。今日はせいやさんが就職内定した後初来店じゃないのか、2度目かあいつは。まあいいや、したし、あとよしとね、三嗣よしとが田舎の山梨から帰ってきたのかな。まあまた明日金曜日ですけど、明日も、頑張っていろいろやっていきたいと思います。はい、ではお疲れ様です。失礼します。